孤独な玉座で悪を裁く孤高の処刑場を霧状にする。ミツルさん、もう大丈夫です。あなたほどの人が捕らえられるとは。すまないな、白金君。移動中の隙を襲われ、気がつくとここで貼り付けに。その怪我は、まさか。さっきの戦いで。ですが大丈夫です。他の方々の消息はわかりますか？いや、不明だ。おそらく私と同じように囚われているのだろう。だが、心配ない。敵の狙いは我々の命ではないようだ。ええ。あなた方はおとりにされたというわけですね。僕らペルソナ使いをおびき寄せ、ここで戦わせる目的のために。そう、そしてあなたたちはのこのことやってきた。さあ、どちらから蜂の巣にしてやろうか。敵も休ませてはくれないか。ミツルさん、ここは僕が。いや、白金君、ここは是が非でも私に譲ってもらうぞ。自らの汚名は自らの手で注がせてもらおう。ラウンド1、ファイト。どうだっけ？スクラップにしてやる。どうだっけ？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 予想に反して圧倒していますね。簡単にやられるつもりはない。油断してしまったか。ラウンドを落としてしまいました。ラウンド2、ファイト。お見事でした。ダメージも心配ないようですね。油断さえしなければ大した相手ではないと。話を戻そう。敵が我々をすぐには殺さず、君たちをここへおびき寄せた理由は何だ？今の段階では何とも。ただ、僕らどうも敵の手のひらの上で踊らされている気がしてなりません。なるほど。となると、直接黒幕を叩くのが一番の近道か。手分けして探すしかないな。わかりました。あまり無理はしないでくださいね。圧勝！すごい試合でした。しかし、これが現実で起きている事象だとは。この屈辱、必ず晴らさせてもらうぞ。首を荒らしてます。来ました、2回戦。さびれた田舎を踏んだい大運営に俺はなる。キャプテンルサンチマン、花村陽介。勝つのはどちらか。さあ、2回戦始まるよ。何者だ？あっと、見つけたぜお嬢様。逃がしゃしねえぞ。おとなしく捕まっとけよ。
Round one.先ほどの少年、何か知っているかもしれないんだ。塔を降りていったようだが、今は少しでも情報が欲しいところだ。お次は3回戦。私をリングに連れてきて、難攻不落の黒雪姫、アーマーディユキコ。どんなドラマが生まれるのか。お次は3回戦だ。盛り上がっていこう。女王様の丸焼きっていうのも面白そうね。その言葉そのまま返そう。氷のオブジェになるがいい。ラウンド1ファイト。どうだ、どうだ、やしてあげる。これを守りきれるか。どうか、ラッシュ、ラッシュ、ラッシュ、見えた。やはり相手が悪かったのでしょうか。せやっ、決勝を見せてあげる。これは絶対になってきた。予想に反して圧倒していますね。やはり相手が悪かったのでしょうか。どうだ、
やはり私にはこちらの方が向いておる。前評判通りの結果となりました。この塔は前回の学校のようでもあるもの。タルタロス並みの巨大さだな。あそこにいるのは。さてお次はこいつだ。その刻すべてを乗り込むビースト・オブ・リビド、クーマー。真剣勝負。来ました。4回戦ですね。おい、そこの君。ここで何をしている？少し話を聞かせてくれ。なんだ、シャドウワーカーのボスキャラじゃん。車ごと谷底に落っことされて死に損なった。気分はどん底か、なんつって。貴様、一体何者だ。何切れちゃってんのバカみてえ。まあ、霧城トップの慌てた顔が見られて面白かったぜ。じゃあね、バイビー。待て！ここは通せない。私が相手になろう。ラウンド1、ファイト！お互い不注意が欲しいところですね。行け！先手！アルテミシア！一方的な存在になってしまう！アルテミシア！マリンカリン！消えた。霧城先輩、聞こえますか？山岸、無事だったか？はい、ご心配をおかけしました。たった今、ラビリスが助けてくれました。水谷さん、大丈夫ですか？捕まらはったと聞いて、助けに来ました。ゆかりさんたちも来てはります。そうか、感謝する。
ところで山岸、今しがたここから離れていた反応を終えるか。どうやらそいつが黒幕の可能性がある。はい、かなりのスピードで遠から遠ざかる反応を捕捉しました。人間の動きとは思えない速度です。そいつで間違いない。私が追う。前評判通りの結果となりました。あの少年、態度といい、剣道といい、やはりあの男と共通しているように見えた。一体おっと、ここで現れたのは空気の乱れにチェーンナックル、八高高卒の生徒会長ラビリス。さあご期待ください。それでも乗り越えられると信じている。ラウンド1ファイト。どうだ、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 存分に実力を発揮。町ごと迷宮化していると影時間と同じ現象か。一体奴はどこへ消えた。おっと、ここで現れたのはその劇場子供マジなき、どぎついピンクスナイパー竹葉ゆかり。一体どんなドラマが生まれるのか。6回戦に突入。両者の闘志がますます激しく燃え上がる。ミツル先輩、よかった。捕まったって聞いて心配したんだから。ゆかりか。心配をかけてすまない。久しぶりだな。本当に傲慢で自信過剰なところ全然変わってない。まったく誰に似たのよ。大好きなお父様かしら。なるほどな。安い挑発だが悪くない。乗ってやろうじゃないか。来い。怖い。ラウンド1
我々を救いに来てくれたそうだな、礼を言う。偽物の戦いぶりから察するに、君の腕も鈍ってはいないようだ。それはなんていうか、仕事で鍛えてますから。それより、敵の正体は分かったんですか？霧城に因縁のあるものであることは間違いないようだ。君も知っている人物が関係しているように思う。しかし、奴は確かに。私の知っている人物？とにかく、せっかく合流したわけだし、一緒に行きましょう。いや、ここは私に任せてくれないか。君には、秋彦たちの救出を頼みたい。おそらく、我々に残された時間は、そう多くないだろう。わかりました。その代わり、負けたら承知しませんから。私は学校に戻って、真田先輩たちを探してみます。ありがとう、ゆかね。恩に着るよ。これはお見事！信頼できる仲間に感謝しなければならないな。しかし、服装については詳細を尋ねるべきだったか。いよいよ7回戦バラと肉体のクレイザキ戦慄のガチムチコンテ勝ち抜き漢字真剣勝負。ラッキーセブンの7回戦勝利という名の幸運をつかむのは果たして。りりしいお姉さん嫌いじゃないよ。返す言葉に窮するな。ラウンド1ファイト。よっしゃー、もはや
抵抗力がどんどん吸い取られていく。これはクリエイター、やはり私にはこちらの方が向いている。バンクロマスは起きなかったようです。前評判通りの結果となりました。この先にただならぬ気配を感じる。あの少年が発するものか。必ず結果を。運命のゴングまであとわずか。なるほど、君か、霧城満だな。こうして会うのは初めて。ふざけているのか。お前とは初対面ではない。何者かは知らないが、お前の目的が霧城への援交ならば、関係のない者に類を及ぼすな。俺の名は水月翔。無関係の者を巻き込むな。人の人生をもてあそぶことにご執心だった霧城の娘、よくもそんな妄言を言えたものだ。やはり君も分かっている。どんなに取り繕ったところで霧城の罪は消えないだろう。だが私は開墾の言葉か。やめておけ。あの子は復讐など望んではいない。すぐに終わらせてやるさ。ラウンド1、ファイト。いざまつけ。ダメだ、ヘルトル。サーバー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 サお前の負けだ。すぐに人質を解放して町を元に戻せ。お前の話はそれから聞こう。なるほど、確かに興味深い。これが絆の力というやつか。まあもうどうでもいい話ではあるがな。お前は誰だ。まるで最初に会った時とは別人のような。なんだこの揺れは。手遅れだ。もう戻れはしない。世界を作り変えられるんだよ。見事な戦いぶりだ。君がいれば戦力に不安はなくなりそうだが、これからもよろしく頼むぞ。